ルス歴320年秋、西北方ルシタニア王国軍はバルヤム王国を滅亡せしめ、パルス王国に侵攻。これに対しアンドラゴラス3世は自ら軍を率い、アトロパテネの野に侵略軍を迎え撃つべく進軍した。王太子アルスラーン・ウィジンス、時に14歳。このアトロパテネの平原はルシタニア兵で埋め尽くされているようです。私たちだけで進むのは危険そうだな。まずは前線の味方と合流し連携を図ろう。十分集まりましたね。彼らをまとめ敵軍を蹴散らされてはいかがでしょなんでこんなところに穴が。これは水？いや、油だ。ルシタニアの奴ら、俺たちを火攻めにする気だぞ。何なのだこれは。ダリウン国王陛下はわしがおらんとアイスランデーをお探ししろ。おいいたぞパルスの犬だ。突撃の戦闘におられたようだ。おそまきかもしれぬが守って差し上げよう。わかりました。叔父上、エクバターラで再会しましょう。お前などに負けはせぬぞ。Короче, я понялся.